今、自分がやってる会社の枠の中っていうか、その業種の中、その商売の中でしか金が回せてない状況になってるんですよ。それはそれで回ってていいんやけども、利益も出てたら、それはそれでいいんやけども、そのなかなか新しい業態というか、違うところに投資して、新しい事業の道を開こうかって言っても、なかなかね、年齢的にも門もあったりね、そこまでやったってもうしんどいしみたいな、また人使ったり、新しいプロダクトがしんどいよねと思ってる人多いと思うんだよな、これみたいな。でも、やっぱりちょっと不安なんで安定させておきたいなっていうのがあるんですよね。この不動産で家賃で収益上げる構造っていうのは人いらないんですよ。10年なんかも外注や。そんなになんていうかな、こう、気持ち的になんかこう、しんどいわっていう感じにはならないし、で、あと、まあ、売り上げたその会社、本業を活用できるんですよ。その要は、能力ですわ。その会社の信用力を活用できるんですよね。なるほど。一石二鳥ってことですよね。本当にね。